さあ、ワールドロボットボクシング2、遊んでいこうと思います。2ってことは1があったんだろうね。ちょっと私、存じ上げませんけれども、そこら辺のところ。星4のロボットが多分最高レアリティなんでしょう。こうやって数多くね、いっぱいある中、今所持しているロボットがなんと星1ということだね。星1が2体っていうことでね。これ実にこう、なんていうの、清々しい展開ではあるんですけれども、じゃあ早速やっていこう。ストーリーをちょっとね、とりあえず始めて、で、それで金貨をちょっと集めようと。それでちょっとガチャを回していこうかなと。そういう所存でございますね。とりあえずやっていこう。ビギン。あ、来た。こういう感じなんだね。これ一応ボクシングって言うんだけど、ボクシングのルールわかんなくてももう全然できるね、このゲームに関しては。むしろね、ボクシングの知識あった方が逆に不利まであるかもしれない。来た。まずリング上でも何でもないっていうね。どこやねんっていうところなんだけど。まあ、とりあえず A を連打っていうね。こうなんだよ、ボクシング。ボクシングとはこうじゃ。さあ、来た。超技。スペシャルムーブ。ね。もうこれで相手の体力半分です。相手のリーチすごくね。しかもさ、向こうなんかアメフトみたいな格好してない？ちょっと痛い痛い痛い、ガードガード。来た。絶対スポーツ間違えてるだろ、向こう。あ、え？あ、勝ったわ。勝負ってのはあっという間です。瞬きしてたら終わるって言うからね、ボクシング実際問題。ちなみになんかこのゲームのロゴさ、WWE みたいなんだけど。まあでもね、まあ最初ですから、2の1なんて。それよりもやっぱここですよ、ボス。最後のこのなんか、妙にこう、フォースの力を身にまとってそうなこの見栄えね。こいつは多分強いと思う。ザパティスもこいつ行くか。うわぁ。なんかちょっと待って、頭燃えてるんですけど、向こう。大丈夫かな？星1へどこまで行けんだろうな、このゲーム。絶対詰まると思うんだけど。課金しないと絶対多分終わるわ。ガードもできます、一応。で、上 B で、あ、ちょっと待って。上 B で、こういう、なんかセービングみたいなの。できます。ちょっと一回離れて、セービング当てたい。これ絶対これゴミ技だよな、これ。当てられる気配がないの。やばいやばい、向こうが暴れて始めた。ちょっと待って、もう一回。いつもの戦い方にも戦術に戻ります。あ、ちょっと待って、SP! リーチの問題。何そのジャンプ。エア系みたいな。さあ、行くぞ。当たんないんですけど、こいつの。ネクストラウンド。あー、マジか。1ラウンドで終わらなかった。こいつ意外とリーチが短いぞ。あ、来た。ツボ。北斗神拳来た。北斗神拳タイム。これやると、まさかの、フェイタリティが起きます。フェイタリティ。ね。カノーウィンズみたいな。さあ、お金もゲットしてと。さあ、来ました。ボス。ここのボス。二面のボス。倒せるかな？読めないな。エクセル。なんか全然名前が読めない。これ何これ？エクサーシトっていうのかな？ビーストウォーズみたいな見た目してるけどね。出てきそうな見た目してるけど。くそ、勝ちたいな。腕が4つある。不利だろ、それは。さすがにそれは不利だろ。それは聞いてないぞ。うわ、無理だ。ちょっと待って。4つパンチできるボクサーなんて俺聞いたことないぞ。やべ、向こうのターンだった。向こうのターンの時はちゃんとガードするか。ブラジル出身なんだ。ガードしよう、ガード、ガード。来た。隙を狙ってスペシャルパーツ、スペシャルパージ。あっという間だね、勝負はあっという間。瞬殺しちゃったからもう見どころがなしっていうね。あの井上尚弥かっていうエピソード3アンロー。来た。わあ、金貨がさ、でもさ、96、あ、100になると、ガチャできるんすよ。あ、できないかな。じゃあ今回このレベル3。ここ倒、広いな。ちょっと待って。急にさ、道のり険しくない？ちょっと待って、ボス、3面のボス行くまでに、1、2、3、4、5、あ、なるほど、4人倒さないといけないのか。ちょっとこれ、飛ばしになるかもしんないけど、ちょっと3面のボス倒して今回終わりにしたいな。
2人倒したところで、ちょっとガチャ回せるようになったんで、ちょっと回そうと思います。ボックスが1個開ける。レベル2、2スターだもんね。ってことは、レベル2のロボットが確定で出てくるんでしょう。っていうことを期待します。お願いします。低層は緩いと聞いております。誰が当たりなのかが全くわからないけど、まあいいや。どれも一緒だろ。てか、大抵どんなゲームでもさ、人権なんかないんだよ。星2に。うわぁ。色がガッチャいなぁ。色ガッチャいけど、多分俺の持ってるロボットの中では多分これが一番強いっていうところがまたこれ皮肉。油の色みたいじゃん。油で汚染された皮の色してるわ。中国の皮とかこんな感じなんじゃないの？うわぁ、マジか。これ使っていくしかないか、でも。うわぁ、次の相手ちょっとかっこいいじゃん。シュレッダーみたい。でも名前が白っていうところがダサい。まあしょうがないか。よし、これでいこう。うわ、何この手袋ダセー。顔かっこいいのにちょっとダサい。なんなんそれ。首から下クソダサなんですけど。首から下クソダサいなこいつ。見なきゃよかった。まあ、体力すごい多い。向こうの体力異常。危なくなったらガードします。相手なんかが全然攻撃してこないな。独壇場じゃん。あ、やべ、来た。いきなり来た。突然切れ始めた。ブチ切れ。やべー、必殺技来た。向こうの体力やばい。あ、終わった。2ラウンド。しょうがねえな。あ、やべ、体力やばいなこれ。急に向こう切れ始めるからちょっとわかんねえ。やばいやばい、強っ。うわ、やばい、やられた。くっそー、俺のロボット、俺のメダロットが、まあ一体やられてしもうだけれども、俺にはもう一体いるから。野心 B2、 そんな名前してたんだ。まあその名の通りね、野心一つでここまで来てから。 B2 の意味が全くわかんないけど、なんだろ、何の略なんだろうね。待って、向こうの体力とかそのままか。俺がさっき削った時のままか。行くぜ、野心 B2。 こっちの方が使いやすい。なんかリーチが結構スペシャル技のリーチがね、なんかある気がする。さっきの俺が使ったキャラよりかは。うん、帰るもんな普通に。あっという間に勝ったわ。さっきのやられたやつは多分ね、弱いわ。単純に単純に弱いと思う。で、お目当てのボス来た。一発で倒したいな。ちょっと見たいし、ね、見た目なんかさ、タピオカみたいの5つ胸に刻んであるのがすごくダサいわこれ。すごいダサい、恥ずかしい。アップグレードとかなんかそういうのもあるんだな。できんのかな、レベルアップって。できんの？あ、できる。一応1個上げてみっか。じゃあ試しに。ちょこっと強くなったね。ちょこっと、本当にちょこっと強くなりました。レベル2。よし、これでいけるんじゃねえか。あ、でも体力中途半端なんだよな。ヒールってやつ使えばいいの？あ、でもヒールないか。いや、使えるか。これ使えるか。じゃあ、一応完備でいこうか。体力も。うわ、でも向こうすげえ体力。なんかこっちしょぼいんですけど。全体的な能力。うわ、タピオカマンに勝てるかな。いや、それでもレベル1個上げたからね。勝てるでしょ。まあ、言うて2対1だし。やめろ。殴られろ。俺のサンドバッグになれ。俺のサンドバッグになってくれないか。来た。吸い込みスペシャルゲージアタック。いや、これ勝てるだろ。やばい。これは。あ、やばいやばい、使った。来た、セービング。これ絶対当たんないよ、この上 B。上 B 当たった。当たんないわ、からの当たるっていうね。そういうことがあるんですわ。待て待て。あ、まず1ラウンド。まず1ラウンド。しゃあ、集中しろ。スペシャルアタック来た。弱いぞ向こう。なんだあいつ。胸のタピオカなんだ。
ただの飾りか、いやあれは数珠か、織田武道か、織田武道説がここで浮上してきた。いやこれ絶対倒した。カナダ制圧、カナダ制圧。